美味しいし北海道の牛乳が飲みたーいとかいろいろ料理を作ることが大好きなので、うん、その時にこう牛乳をね使う料理を取り入れたりとかしてるのでそうですね大体具体的に言うと1日で1リットルは消費してるかなって感じですね寺田心さんが牛乳の魅力を伝えるイベントに登場。 1, 日1リットル牛乳を飲み大変身を遂げたプライベート生活を明かしました皆さんこんにちはミルク大臣を務めさせていただいております寺田心です北海道の牛乳のおかげでもう毎日飲ませていただいているおかげで身長が約40センチほど中学3年間で伸びさせていただきました冬が本格的なシーズンになるにあたってますます寒くなっていきますのであの 体の健康を保つためにも、ぜひ、もっともっと皆さんに牛乳を飲んでいただきたいですね。俳優の寺田心さんが登場したのは、牛乳の相方総選挙結果発表会見。牛乳の相方総選挙は、牛乳好きな10万人が、最も牛乳と相性の良い食べ物を投票。1位に輝いた食べ物を発表するイベントです。牛乳と合うあの相性の良い食べ物がたくさんあり、いろいろな楽しみ方ができるということを。もう 再認識できましたした皆様のさまざまなご意見も踏まえてミルク大臣としてもこう改めてもう牛乳の魅力をこう思い知らされることができました寺田心さんが結果発表とともに牛乳の魅力を熱く語りました。結果発表の前に 候補者上位三品をご紹介させていただきます。上位三品はアンパン、クッキー、ドーナツとなりました。牛乳飲みて、牛乳の相方総選挙結果はこちらです。第一位はアンパンに決定いたしました。いかがですか。いや本当にアンパンってね相性牛乳との相性が抜群ですので。 いいやもう納得のいく結果になりましたね寺田心さんが牛乳を欠かさない私生活を明かしました、まあ、スケジュールとしましてはとりあえず朝起きたらまずは一杯牛乳をそうですね約 200ml から 300ml を飲ませていただいてで僕実はあの朝お風呂に入ることが大好きなので朝お風呂入った後にまた同じくらい飲んでで学校に行く時にあの 紙パックタイプの牛乳があるんですけどそれを持っていってでまた牛乳を飲みますでその後にそうですね部活がある時は部活前に牛乳でしたりとかそれこそアンパンでしたりとかいろいろパンものだったりとか一緒に食べさせていただいてでそうですねうんあとは夜ご飯とか朝ごはんとか昼ご飯とかいろいろ料理を作ることが大好きなのでうんその時にこう牛乳をね使う料理を 取りり入れたりとかしてるのででそうですね大体具体的に言うと1日で1リットルは消費しているかなって感じですね寺田心さんが牛乳の魅力を伝えるイベントに登場1日1リットル牛乳を飲み大変身を遂げたプライベート生活を明かすテレビ朝日 AI アナウンサー花里結菜がお伝えしました。